こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、埼玉県松山市、東武東上線東松山駅の西口ですねに来てます。ここからですね、東松山駅周辺を歩いていきたいと思います。今日の日付は2022年の10月29日の土曜日、時間はですね午後8時今20分。ではですね、駅周辺を歩いていこうと思います。で、今西口にいるんですけど、西口はあまり、建物とかもあまりなくて、ここはねどうも商店街っぽいみたいなんですけども、あまりお店とかもなさそうなので、ちょっとこっち行ってみましょうか。念のためにその向こうの道を見てみて、ちょっと歩いて良さそうであればちょっと歩いて、で東口に向かうみたいな感じで行きたいと思います。あ、なんかローソンがあるんですね。これなんて読むんでしょうね。ちょっと野球以内ですかね。いるなんかねちょっと読めないんですけども、ちょっとね、後で調べてみたいと思います。わ、ウェルカムオープンバー飲み屋さんですね。で、この道商店街っぽいんですけども、あんまり商店街の雰囲気が少し残ってるぐらいで、あまり商店街の雰囲気は残ってないですね。左にも不動産屋、こっちにも不動産屋、こっちにも、こっちは同じ店です。松堀不動産。では一人営業はしてなさそうですね。で、これが東松山駅のホームですね。この上りみたいな、上りとか飲み国家なんですけども、こんな感じですね。これが現在地、浦島町の駅で、北が下なので東側ですかね。で、右がこれバスのロータリー、これ熊谷駅とか行けるんですね。そして今東武東上線のどこまで行くんでしょうかね。そしてバスが結構止まってたりしてで、駅前にファッションセンター島村があるんですね。これが南側広場で、こっちが北側広場、一般車、観光マップ、農園公園とかボタン園、3デーマーチ、ウォーキングの祭典、そしてこの読めない神社、稲荷神社、こういう感じのね、埼玉県こども動物自然公園とかあるんですね。こんな感じでバスは南側で、一般の車は北側、そういう感じみたいな。そしてアパホテルがあるんですね。ここに交番があって、これ一般車のロータリーで、ここにアパホテルがそびえてます。そして魚谷が正面にありますね。どっち、この道を右に行った方がいいのか左に行った方がいいのか。なんかさっきの焼き鳥響きてみましたね。こっち行った方が良さそうですね。ジンベエ太郎もなんかさっき見た気がします。どこの駅でしたかね。坂戸の駅ですかね。坂戸駅で大衆寿司酒場見た気がします。Kマート、韓国食品コスメのお店、結構飲食店ありますね。だいたいこの辺は24時間最大400円、平日、土日は500円。達人というお店が町中華って書いてるんですけど、焼き鳥のお持ち帰りのお店。こっち行くとスナックとかがありますね。カラオケがあって、なんか公園になってるんですね。東松山商店街。こっちの商店街続いてるんですかね。ちょっと行ってみましょうか。ここはね、居酒屋さん、屋台寿司、わさび、松葉町1丁目。交通規制予告。11月6日、日本 3デー マーチのため、車両通行禁止。この辺は商店街っぽいんですけど、丸広通り商店街。こんな感じでね。シャッターがいい感じでペイントされたりとかするんですけど、丸広通りっていう、丸広っていうのがなんかお店がそこにあるっぽいですね。東松山よさこい祭り、陣屋祭り。布団の山崎屋。これがね、商店っぽい建築は並んでるんですけど、道幅がやっぱり広い商店街て、なんかねこうちょっと商店街っぽくないというか、にぎわいがちょっと作るのが難しいですよね。そしてここにも味噌だれ焼き鳥響き。この辺も商店街の建物自体はいい雰囲気なんですけど、いかんせんやっぱり道が広いんで、なんか商店街としてこうなんかまとまってる感がなくなるんですよね、多分。難しいとこですね。5日にもよさこい陣屋祭りっていうのがあるみたいですね。こう右側にああ、なんかこっちにも結構長い商店街がありますね。一番街、こっちは松葉町商栄会という、ちょっと行ってみましょうか。クリーム4号館、美味しそうですね。お店の雰囲気もいい感じです。なんかこっちはかなり古い雰囲気の残る商店街ですね。比企氏ゆかりの地、吉松山。比企氏って誰がやってるんでしたっけ？僕はねあんまり大河ドラマ見ないんですよね。なんかね、いい雰囲気の商店街でもあるんですけど、やっぱり住宅とかが間に結構こう雰囲気をこう中断されるというか、そういう感じで、ね、こんな感じでね。でも結構街灯はちゃんと電球切れてるのも一部で綺麗ですよね、夜は。ちょっとさっきと逆方向、進んできた道を左に来たんで、今度右の方、この道まっすぐね、大きな通りを横断歩道を渡って、市役所入り口って書いてますね。ちょっとそっち行ってみましょうか。結構古くからある商家、お店の建築、そういう感じですよね。中国家庭料理オアシス。はい、こっちは一番街っていう商店街みたいです。ね、この商店街ちょっと歩き切ったら撮影を終えたいと思います。この辺りはいつぐらいがピークだったんですかね。昔はやっぱり結構にぎわったような、そういう雰囲気が残ってるんですけども、最近ね、たまにこうやってこう昔の写真をこうやって飾ってくれてる商店街があって、そうですね、これは東松山祭り、昭和40年昭和40年ってことはもう60年近く前ですか。そしてこれが東松山駅ホームで、懐かしいな、こんなトラック走ってましたよね。そしてこれが成人式。これがね、この材木町一番街なんで、今歩いてるところがこういう。なかなかすごいいい雰囲気の商店街だったんですね。あ、これが松山駅前銀座、駅前銀座っていうのがあったんですね。今のどの辺になるんでしょうかね。まあ、建物を見てると本当に昭和40年代から、これも昭和40年代どころじゃないですよね、この建物とかは。いつ倒れてきてもおかしくないような、そういう歪み具合ですけど、この辺はなんか本当昭和な雰囲気ですよね。お店をやってた友達のうちとかがなんかこういう雰囲気でした。僕は最初に住んでた家はアルミサッシじゃなかったですからね、木枠でした、木枠。多分ね、僕は小学校高学年中学生ぐらいから急速に多分アルミサッシとかが普及しだしたんじゃないかなと思いますね。まあ、地域によって差があるのかもしれないですけど、僕が住んでた地域はまだまだやっぱり小学校とかもなんか、小学校どうでしたっけね、中学校とかもアルミサッシだった気がするんですけど、まだまだ本当木枠の窓が普通にあったような気がしますね。ではですね、もうちょっと歩いたら撮影を終えたいと思います。大きなうなぎ屋さん、坂本屋っていう大きなうなぎ屋さんがありますね。ちょっとこの辺で振り返って、この商店街の雰囲気を映しながら撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。ではありがとうございました。